皆さんこんにちは。デジマクッキングのチョーです。今日は前回処理した豚ガツを使って、三島料理で人気の盐爆肚丝の作り方を紹介します。豚ガツ1枚 320g 用意してください。適当なサイズに切ってから巻いて、端から3ミリ幅の細切りにしてください。残りの豚ガツ2枚は、今度別の料理の作り方を紹介します。パクチーを 70g 用意して、流水でさっと洗ってください。パクチーは葉と茎を分けてください。今回の料理は茎だけ使います。葉よりも甘みがあって癖が少なく、シャキシャキの食感がします。葉の部分は柔らかく、生のままで食べると香りや風味を楽しめます。以前パクチーの保存方法動画で紹介しました。よろしければご参考ください。パクチーの根元を切り落としてください。捨てずに炒め料理に使ったら、パクチーの香りを油に移します。茎を5センチ幅に切っておいてください。白髪ネギ 18g、生姜の千切り 10g、とニンニクスライス 10g を用意してください。鍋にたっぷりの油を入れて、中火で160度ぐらいまで熱したら、豚ガツを入れて、30秒ほど炒めたら、火を止めて、一旦取り出して油切りしてください。鍋の油を少し残して、強火で加熱してください。白髪ネギ、生姜とニンニクを加えて、香りが立つまで炒めてください。香りが立ったら、油切りした豚ガツを入れて、油をなじませるよう20秒ほど炒めてください。パクチーを加えて、10秒ほど炒め合わせたら、調味しましょう。お酒を大さじ1。お酢大さじ1、白胡椒小さじ 0.5 と塩小さじ1弱を加えて、手早く炒め合わせながら味をなじませてください。最後にごま油小さじ1を回しかけて、かき混ぜたら火から下ろしてください。あらかじめ油通しした豚ガツのコリコリとした歯ごたえに、パクチーの爽やかな香りとシャキシャキ食感がぴったり相性抜群の一品です。さらにお酢と白胡椒を加えて、濃い油の旨味が中和されてとても食べやすいです。ホルモン本来の魅力がちゃんと残って、ホルモン好きにはたまらないです。ぜひ作ってみてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。次回もお楽しみに。